おはようございます。ここは JR 取手駅です。今回も駅スタンプ、7月の8日にすべて更新されましたので、こちらを押していきたいと思います。東京支社の全78駅がすべてリニューアルされたということで、どんな駅スタンプになっているのか楽しみですね。辺りはすっかり暗くなりましたが、取手駅に戻ってきました。現在の時刻は8時55分。今朝、取手駅を出発いたしまして、意気揚々とスタンプラリーに出かけたわけですが、東京支社全78駅、1日で回り切ることができました。ありがとうございます。ということでですね、一通り押してきたスタンプをですね、この後見ていきたいと思います。ちなみに朝7時に出発して夜の9時に帰ってきて約14時間ですね。ほぼ休憩はなしでしたね。秋葉原駅でカレーステーキを食べて、そのくらいですかね。本当にずっと電車に乗って降りて乗って降りてを繰り返し、改札を出ては入ってを繰り返してきました。とても疲れましたが、まあなんとなくやりきった感はあるような、ないような、そんな気もいたします。スタンプラリーシリーズはこれにて終了になるわけですが、また JR 東日本でスタンプラリーの企画がありましたら、参加していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。